皆さんこんにちは。今月も噂のさよ美術通信の時間がやってまいりました。早いもので2022年も残すところ1ヶ月を切りました。お子さんがいらっしゃるご家庭の方は冬休み、そしてお正月休みをどんな風に過ごそうかなと考えていらっしゃる頃だと思います。今日はそんな家族団らんのきっかけになる新たな商品をご紹介できればと思います。それでは本日のゲストです。イリソポルポ代表の三木雄一さんです。三木さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。イリソの駅前で、たこ焼き明石焼きの専門店をやっております。あと、移動販売等でのイベント出店させていただいております。いつ頃からお店やられてるんですか？はい、2013年の1月にオープンしまして、ちょうど今、年を超えると10年、はい、ちょうど10年ですね、はい。どういう方がお客様としてはいらっしゃるでしょうか？夕食前のちょっとあの作る前に、はい、なんでつまむからっていうような感じの方がいらっしゃいます。こちらね、今テーブルなんかもありますけど、中でもお召し上がりいただけるんでしょうか？そうです、中の方でも4席ほど、ご用意しておりますので、結構夜ですとまあ、お酒と一緒に、召し上がっているいただいている方もいらっしゃいます。種類が多いなという印象がありますが、どんなものが人気なんでしょう？はい、定番の、ソースのたこ焼きから、あとは、ベーコンチーズとか、ベーコンのチーズが入ったもの、あとエビが入ったものとかありまして、あと、まあ、うちの特徴としましては、味付けで、まあ、基本的なソースと、塩、あとケチャップ味、あとは明石焼きのだしを生かしただし汁のたこ焼きなどもございますので、特に塩で食べても美味しいたこ焼きというのがうちとしての一番の、こだわったところでございます。あ、はい、なるほど。自分でブレンドして作っておりますので、このうちの生地はここでしか食べれないものとなっております。もうたこ焼き屋さんが世の中にこれだけあっても、ポルパさんの味はこのポルパさんでしか食べられない、はい、そうです。これはですね、何度も食べてる私から絶対食べた方がいいと思います。本当にオンリーワンですよね、はい。あと印象としては結構こう中が柔らかくて、あふあふあふってこうね、はい、いつまでもあったかくてこう柔らかくて食べやすいって印象があるんですが、あれもやっぱ生地からくるものなんですか？やっぱそうですね、私もやっぱこの生地を作るのにいろいろ勉強しまして、小麦粉といってもやっぱりいろいろ薄力粉、中力粉、強力粉って、パン、いろんなパンに合うもの、うどんに合うもの、はい、ケーキに合うものってあるんですけど、やっぱそれの配合次第で、はい、いくら焼いても硬くならないとか、やっぱそこら辺の微調整をもう本当こだわって作っています。うわー、そうなんですね。今冷めてもね、硬くならないって、これも大事なポイントですよね。お土産に持って帰ってちょっと翌日残ってしまっても美味しく食べられるって、これもすごくいいなと思います。で、まあそんなですね、お店で買ってそこで食べても、キッチンカーで買ってその場で食べても美味しいんですが、その味が今度はお家で食べれるということ で、ね、はい、ここに今セットが並んでますけれども、どんな内容なのかご説明いただいていいでしょうか？はい、まあ、うちのやっぱり僕が一番こだわっているこのオリジナルのミックス粉で、あとこちらソースを2本、やっぱソースといってもたこ焼きソースととんかつソースが全てやっぱ違いますので、やっぱどうしても普通のソースよりかはたこ焼き専門用のソースで召し上がっていただく、いただきたいっていうのと、あとはうちで全部作ってる材料なんですけど、こちらのタコと、紅生姜、青ネギ、天かす、もうすべてお店で使っているものをそのままご自宅で使っていただけるというセットになっています。いいですね、イリソポルポのお家でたこ焼き屋さんと、もう本当にそのまんまの分かりやすいネーミングになってますけれども、今ご説明にあったように冷めても美味しくて、そして粉にこだわっていて、オンリーワンの味がご家庭でそのまま楽しめると。あとタコがね、もうゴロッとついてますけれども、タコが一緒になってるセットってなかなかない気がしますが。そうですね、やっぱりたこ焼き専門店とやってる私の方のやっぱ強みといいますか、やっぱ皆さん今タコパーとかっていうのがすごい流行ってやってると思うんですけども、それぞれやっぱ別々で買ってしまうと、やっぱ正直高くついてしまったりだとか、何かが余計に残ってしまったりとかっていう部分がありますので、それを自分の専門店が作ることによって、ほぼ無駄なく全て使い切りでできるっていうのが、すごい喜んでいただけるかなと思ってご用意しました。これあれですよね、お水と卵だけあればもうフルセットで揃ってるので、お家でたこ焼きが作れるっていうものなんですよね。おっしゃる通り、タコなかなかね、こう買ってきて切り刻んでっていうのも、お母さん
準備するときにお手間だなっていう方なんかは本当にまるっと買ってその場で解凍だけして召し上がっていただけるっていうのはあの使い勝手のいいセットだなっていうふうにすごく感じました、はい、ちなみに大体これでどれくらいできるんですか？そうですね、まあ、たこ焼きの規格というのが、まあ、サイズで穴のサイズ45ミリと38ミリっていうのが、うん、大体あの定番の企画なんですけども、はい、今、まあ、うちで出ていると、まあ、大玉のたこ焼きというのは大体45ミリ。45ミリのもので、こちらでおよそ56個ほど作れるセットになってます。なるほど。あの、これから年末に向けてね、年末年始のお休み時も増えると思うんですけど、はい、どんな楽しみ方していただきたいですか？そうですね、あのクリスマスパーティーだったりだとか、あとはまあ年末年始、特にあの、ね、お孫さんが帰っていらっしゃる狭山に住んでるおじいちゃんおばあちゃんが、あのね、お孫さんのためにあの一緒にお正月をね楽しく過ごすために、楽しんでもらえればいいかなと思っております。発売日改めていつですか？12月の19日月曜日に予定しております。はい、12月の19日月曜日からです。で、発売場所はこちらのお店なんですよね？はい、はい、なのでまずはあの入曽駅、こちら東口になります、はい、東口降りて徒歩 2,3 分ですね。近いですね、目の前ですね、はい、あのイリソポルポさんの店頭にての発売開始になりますので、ぜひ市内の方あのお子様と一緒に団らんする際にですね、あの選んでいただけるといいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。で、まあ、今日あの今のお話もそのものですね。お子さんお孫さんの学びと体験を家族団らんのきっかけにということで、あのコロナ禍になってですね、おうちで〇〇シリーズってね、こういろいろなものが出てきてると思うんですけれども、やっぱり最初はあの ご家庭でね、お母さんとお子さんと2人でっていうところからのスタートとなる商品が多かったと思うんですが、今回のたこ焼きは先ほど三木さんからもご説明があったように、おじいちゃんおばあちゃんも含めて本当に複数の大人数のパーティーとかにも適しているものだと思います。ぜひあの楽しむためにというのもそうですし、あとはお子さんのね体験学びにつながるものでもあると思うので、そういった教育の面も含めてチャレンジしていただけるといいのではないかなというふうに思います。はい、では最後に三井さん、ご覧になっている視聴者の皆さんにメッセージをお願いいたします。おかげさまでもう間もなく10年を迎えることができます。これからもいいものをたくさん皆様に届けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。本日のゲストはイリソポルポの代表三木雄一さんでした。三木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。油の方は薄めに油跳ね気をつけてやってください。入れてきます。3分の2を目安に、ね、こう後ろ目になりつつあるって。そうです、結構大きめのタコです。はい、小さいたこ焼きの穴にはあの包丁でカットしてお好みのサイズに切ってこれで使用してください。もう大体入れ終わったらバッと上からかぶせて。そうですね、はい、すごい。大体これあの大玉の45ミリなんですけども、例えば200ミリリットルで計算すると大体8個分の量になってます。で、今回使用しているのが22粒なんで、およそ550で生地を入れるのがちょうど適量になってますんで、セットにはこの竹箸つけてますんで、あの金具のやつよりかはあのやっぱり物をね傷つけないんで、うん、中に寄せながら穴にそれぞれに同じぐらいの量になるように、焼き上がり前15分ぐらいはかかりました。もう一穴一穴の間を分けてもらって、はい、分けて、で穴のまあここに乗っけるような感じですかね、お箸に乗っけるような感じでこうやってくるくると、はい、でよいしょ、お帰った帰った、で押し込んでます。あ、待ったできる、これは大丈夫、できますほら柔らか、中が本当に柔らかくて、はい、ではいただきます。うん、そうそう、味があの前面に出てくるので濃すぎず、かつそのたこ焼きのタコだとか紅生姜だとかをきちんと感じられる濃度になってるので、これまた結構こうさっぱりと食べられるなっていうふうに思います。